皆さんこんにちは、伊藤か元気です。さあ今回はですね、こちら日本じゃないんですよ。どこだか分かりますか？バイクバイクバイクということで、こちらベトナムに来ております。今回はですね、宝石採掘の旅ということで、皆さんにね、宝石を採掘するところをお届けしたいと思います。おお、島の中にこんな場所があるなんて。これとか、これも、めっちゃ綺麗、ルビーだらけ。無事にね、ベトナムの空港に着きました。あ、めちゃくちゃ活気がある感じですね。熱帯っぽい植物がいっぱい奥に見えます。はい、ということでね、無事にホテルまで来ました。かなり細長いけど綺麗なホテルですね。目の前がなんかおもちゃ本屋街みたいな感じで、いろんなおもちゃが並んでいます。とてもね、いい感じのホテルですね。お部屋は、お、すごい、めっちゃ綺麗ですね。ちょっと外からは想像がつかない。はい、ということでね、なんとかね、ホテルまでたどり着きました。結構ね、車がもう車線とか関係なくぶつかりそうになりながら、すごい道を来ましたね。結構危険なところに行くらしくて、この動画が出ているということは、まあ無事日本に帰ってきているんでしょうけど、素材だけ先にお送りするので、もしかしたら日本に帰れてないのか、うん、でもちょっと安全に宝石が取れる鉱山を見に行ってこようと思います。すごいおしゃれな、周りで料理をしている場所に来ました。これおしぼりかと思ったら春巻きみたいです。うまっ、塔の皮みたいですね。日本人の留学生の方がいらっしゃっていて、ハト大好きなんですか？頭が美味しいらしいですね。うん、あ、ほんとだ、いい味ですね。なんかアジアの甘い味付けがついてますね。すごいバイク。鉱山に行く前に、まあ、ベトナムについてね、知っておこうと思いまして、フェリーに乗ってある遺跡に行くそうです。めっちゃお土産屋さん、すごい景色ですね。ここはなんかもともと一つの山だったらしいんですけど、噴火火山によってこんな形になったみたいです。で、竜が寝ているっていう、確かにこれめっちゃりでかい竜が寝ている感じしますね。さっきからね、周りで雷がゴロゴロしてるんですけど、髪の毛が逆立ってます。ちょっとここで落ちたら面白い実験ができそうです。ここ入ってくるんですね。ここ有名なところですね。真ん中にお日様があると最高のところです。白いのが全部大好き。そして火山があったんで、黒いのが溶岩らしいですね。はい、来ましたね。フェリーですごい島に降り立ちました。おお、おお、すごい、すごい。島の中にこんな場所があるなんて。晴れたらね、鉱山の中にもこういう場所があって、ここもね、行けるらしいんですけど、明日雨っぽいんですよね。そうすると観光地ではないので危険を伴うので行けないっぽくて、ちょっとどうなるんでしょうか。じゃあこんな感じの砂の中から宝石を見つけ出すんですね。みんな向こうになりました。これも宝石です。
これは何の宝石ですか？何でしょう、先生。透明感がめっちゃ高いよ。サファイアですか？うわ、こんな色の綺麗だろうな、見事。はい、おはようございます。時刻は朝4時ですね。鉱山に向かうんですが、約6時間かかるということで、往復だけで12時間、半日かかっちゃいますね。こちら、めちゃくちゃ雨が降っております。びちゃびちゃの中やる感じですかね。今ね、高速で1時間くらい来て、ドライブインですね。あんまりドライブインの数が少ないらしいので、こちらで一旦休憩してから向かいます。ここがお餅らしいですね。美味しいお餅。ジャックフルーツが普通に道端に生えてますね。そんなところでちょっとお昼休憩です。うわ、美味しそうな。フォー、もやしと、もやしとミントライムもあるんですね。おはよう。美味しい。主に大理石ですね。で、黒いとこはトルマリン。いいですね。わお、ドラゴンフルーツだ。急遽ドラゴンフルーツ狩りができることになりましたね。えこ、おお、すごい。サボテンの実とは聞いてたけど、これなんですね。すごい。そんな感じですね。ドラゴンフルーツゲットしました。どんな感じか食べてみましょう。うん。おお。ピンク。すごい、めっちゃピンク。ドラゴンフルーツこんな味だったんですね。甘い。こんな美味しい宝石みたいなドラゴンフルーツが。いきなり宝石ゲットしましたね。はい、ドラゴンフルーツを見つけてね、ちょっと寄りましたけど、もうね、山から大理石が見えている。すごい鉱山の山っていうところがね、ここからいっぱい続いていくそうです。あと1時間くらいですかね。ちょっとね、不思議なフルーツも手に入れましたので、名前はケバ。ケバ。うん。うん、えぐみがすごい。はい、南国のフルーツ当たり外れあるみたいです。もうちょっと急に雨降ってきましたけど、ね、分かりますかね、これとかこれとか、みんなルビーです。これも、めっちゃ綺麗。ルビーだらけ。砂をこう崩すと。みんな赤いの分かりますか？もう。ルビーだらけ。もう崩すとどんどんルビーが出てくるみたいな感じですね。めっちゃ綺麗な赤いルビーをこんなに取れると。はい、ということでね、ルビー磨かせていただいた結果こちら。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。もうね、本当に宝石ですよ。ルビーね、本物だったらね、ブラックライトで光るんで、ブラックライト当ててみましょうか。では、本当にルビーなんでしょうか。赤く光るでしょうか。いきます。3、2、1、それ。うわー、めっちゃ真っ赤な。すごい。めっちゃ光ってますね。ルビー。ゲットできました。僕の誕生石アクアマリン磨かせていただいた結果こちら。うわ、地球が作った宝物、まさにね、そんな感じがしますね。いやー、そしてね、これがね、もうなんかルースみたいになってますね。川でね、こうね、落ちてくるときに削られて、すでにもう宝石の状態になっているというところですね。じゃあ本当にこれらがね、ルビーなのか、ブラックライト当ててみましょう。ブラックライトオン。うわ、真っ赤、すごい。こんなにルビー入ってる、やば、すごい。ということでね、皆さんね、宝石がね、どうやってこうアクセサリーになってくるかっていうところね、知りたい方多かったと思いますが、こんな感じでね、
ルビーは山で採れて、そしてねジュエリーになるということが分かったんじゃないかなと思います。このねルビーちょっと欲しいと思った方いるんじゃないですか。今回元気ラボ最大の挑戦ということで、クラウドファンディングをやっております。もっとね面白い実験をたくさんお見せできるようにするためにラボをねパワーアップさせようかなと思いまして、クラウドファンディングをやっております。そしてこちらということでね、僕がね実際にねいろんな海外に行ってね宝石をね買い付けたりとかね取ったりとかありますので、ね、そういうのをね詰め合わせたりとか、それ以外のね宝石もいろいろ混ぜた宝石セットみたいのもねクラウドファンディングの返礼品として用意してますのでね、ご興味ある方はこれちょっとお渡ししますので、ご支援の方よろしくお願いします。こちらの絵ご存知でしょうか。ガチャガチャでも大人気第3弾が出ているんですけど、阿部雄一郎さんという宝石と生物で、しかもねこちら色鉛筆で絵を描いている画家の方がいます。その方がですね今回クラファン限定で黒いティラノサウルスとロードクロサイトの絵を描いてくださってます。で皆さんね、原石から宝石になるまでの過程ってすごくね興味ある方多いと思います。今回こちら阿部雄一郎さんとコラボで原石から宝石になる過程がわかるカードを作りました。裏にはねその宝石の説明とかも書かれています。これサンプル版なんですが、完成版はねしっかりしたね硬いねクレジットカードみたいな再生プラスチックに印刷する予定です。さあということで、実はこちらジャンということで、こんなにもねたくさんの種類のカードを作りました。これ実はねランダムに出る元気ラボのグッズとしてね発売する予定だったんですが、今回クラファン限定としてね好きなものを選んでいただけます。こちらね本物の原石と本物の宝石、磨いた後の宝石がついております。まあ、ちょっとねこれ開発中のものなんでちょっと見にくいですが、アクアマリンの場合、こちらのアクアマリンの原石が磨くとこう宝石になるみたいのがねわかるジェムストーンエボリューションカードというもんですね。そして実はねこのね後ろのレインボーの猫ちゃん、これはあの僕がねこのね常に待ち受けにしている猫ちゃんでして、うちで飼ってるねシナモンくんですね。こちらねあのサンシャイン池崎さんのふーちゃんライちゃんが、おいっ子さんになるというね、それをですね阿部さんに書いていただきまして、ちょっとこちら原画届きましたよ。すごい、じゃじゃんということで、うわめっちゃかわいい。これね色鉛筆で描いてるんですよ。すべて今回のために描き下ろしてくださったシーネのイラストの描いたね宝石もございます。ぜひねあとね 2,3 週間限定ですので、気になる方はねぜひクラファンのページをチェックして今後のね元気ラボも応援いただければと思います。これからもね皆さんのワクワクするような科学が面白くなるような動画投稿していきますので、チャンネル登録と高評価お願いします。あとですね先ほどお伝えしましたが、クラウドファンディングをやって日本の科学技術力が上がって日本がまたね強くなれるように、また日本がね幸せな国になれるように頑張りたいと思いますので、ぜひクラウドファンディングの方の支援の方もよろしくお願いします。